セブンティーンは、大江健三郎の中編小説。1961年1月に文学界に掲載され、1963年6月に新潮社から中、短編集、性的人間に収録されて刊行された。浅沼稲次郎暗殺事件の犯人、山口ニアをモデルにしているとされる。本作の続編として、 主人公の少年が革新政党の委員長を視察し、逮捕されて鑑別所で自死するまでを描いた政治少年シスが文学界2月号に掲載されたが、1961年2月1日にフーリュームタン事件が起き、また文学界の版元である文芸春秋と応援に右翼団体から脅迫状が送られてきたことを受けて、文学界3月号に編集帳名で、 金国と題される謝罪文が掲載された。その後、セブンティーン第二部は、大江健三郎の単行本に収録されることはなかった。2018年、大江健三郎全小説3に初めて収録された。テロが頻発する現代の関心に合わせて、ドイツ、フランスでは2015年以降、相次いで、セブンティーン全編が翻訳出版されている。主人公、俺は、 自得に枠歴している少年である。俺は過剰な自意識を抱えて他人の目に怯えている。俺は死について自分が無になることについて強い恐れを抱いている。17歳の誕生日の食卓で俺が自分の中でも曖昧な考えで皇室批判や自衛隊批判を口にしたところ自衛隊の病院で看護婦をしている姉から着実な理屈で論爆されてしまう。 俺は逆上して姉を蹴りつけてしまうが、そのことにすぐ後悔し、自責の念にまみれながら、逃避的に自得を行って寝る。ああ、生きている間いつもオルガスムだったらどんなに幸福だろう翌日は、古文の定期試験の日だったが、俺は試験に全く歯が立たない。試験が終わり、東大志望の優等生の連中は小賢しく、試験問題の論評をしている。 クラスの表金者の,の浸透法は試験問題を下ネタにしてクラスの女の子を笑わせている。どちらも俺には疎ましい。試験の次の時間は体育の800メートル層であった。浸透法は俺が密かに連情を抱いているクラスのマドンナの杉恵美子にマスを書く奴はすぐへたばると会情報を流したと冗談を言う。俺は他の奏者より完全に遅れて ゴールインする。ゴールインしてみると、俺は走りながら失禁しており皆の長笑の的となった。絶望しながら自治会をサボって、帰宅の途につく、俺に、新東方が声をかけてくる。右翼のが哀悼演説の桜にならないかという。右翼の桜をやっていることは、新東方の秘密のようである。連れ立って、新橋駅前に行くと外線車の上で、行動派の榊、 原国彦が演説をしている。演説は全く盛り上がっていないが、逆木原は全く気にせず演説を続ける。あいつらは、売国奴だ、ヘドだ。俺は誓っていいが、あいつらを殺してやる。諸君、自分の弱い生を守るために、あいつらを殺しつくそう。それが正義だ。俺はこの言葉に胸を打たれる。気がつくと後ろに三人組の同じ務員がおり、俺を指さして、あいつ、 右よ、若いくせに。ねえ、職業的なんだわと言っている。逆木原の演説に感化された、俺は、他人の目を跳ね返す力を得ており、行動をする。右がどうした、おい、俺たち、右がどうしたと言うんだ、インバイドも。これをきっかけに、俺は、行動派に入党し、家を離れ、行動派本部で暮らすようになる。君は、天皇陛下の大囲碁心にかなう日本男子だよ。 君こそ真の日本人の魂を持っている選ばれた少年だ。俺の学校での立場は180度変わる。行動派の桜を隠れてやっていたことが老い目の新東宝が宣伝係となって俺の右としての武勇伝を学校中で広める。新東宝によると800メートル層での俺の出勤の失態は懲罰的にランニングをさせた体育教官への 軽蔑の右的表現ということになった。自治会の左の秀才が俺に議論を吹っかけてくるが、俺は自分自身がかつて曖昧な考えのままにしていたところをつくだけでよかった。杉恵美子は俺に興味津々の目で言う。あなたみたいに時代錯誤の右少年は防衛大学にでも行くことね。俺には他人の目が怖くなくなってきた。 逆木原に性欲を抑圧せず、トルコ風呂の女に、君の弾痕を人も見させるんだねと言われたときは、不安だったが実際に行ってみると気有だった。俺は、鉄串のような弾痕を持つ男だった。俺の弾痕が日の光だった。俺の弾痕が花だった。俺は激烈なオルガスムの快感に襲われ、また、暗黒の空に浮かぶ黄金の人間を見た。ああ、王、天皇陛下。 三千たる太陽の天皇陛下。俺は他人の目を克服したこと、そして自分が天皇陛下の御子であることを確信する。俺は逆木原の書庫で天皇陛下を解き明かす書物を探し出す。谷口正春の天皇絶対論とその影響を読み、求めていたものを勝ち取る。ただしとは、指針があってはならない。天皇陛下に精神も肉体も捧げ尽くすのだ。 死神を捨てる、俺のすべてを放棄する。俺は自分があれほど恐れていた死の恐怖から免れているのを悟る。逆木原が七尾報告、天皇陛下万歳と書いてくれた稽古儀で、俺は柔道や空手に熱中して取り組む。安保闘争の国会デモでは、俺は10万の左どもに立ち向かう20人の行動派青年グループの最も勇敢で、 最も凶暴な最も右寄りのセブンティーンとなった。デモの最中に女子学生が死んで、デモ隊が打ちひしがれて泣きながら黙祷していた時、俺は傲観者のオルガシムを感じ、黄金の幻影に皆殺しを誓う、唯一人の至福のセブンティーンだった。ありがとうございます。